網穴開いてて足立の日記便始まりました。みんな元気ですか？私は元気です。もう5月1日ですよ。5月が始まりました。ゴールデンウィーク、もう何かすることは決まってますか？私はきっと休日はお家でのんびり過ごしてるんじゃないかなと思います。また最近ハマり始めているネットフリックス の、 数々のシリーズものアニメとかドラマがあるので、それを全部クリアしていきたいと思います。よし、帰っていこうかな。今日はシャープ19絵日記便21年5月の1日。ちなみに今日は私のお兄ちゃんの誕生日なんですね。おめでとうございます。あのゴールデンウィークに、まあ、今年はちょっとあんまり外出はしないようにしようかなと思っているけど、いつか行ってみたい場所があって、その場所について今日はなんか話したりしていこうかなって思います。私が行きたいところは東京都なんですけど、東京の島、みんな東京って言ったらやっぱり浅草とかスカイツリー、東京タワーとか渋谷とかね、原宿とか、そういうところいいなって思うと思うんですけど、私はその東京のそのちょっと外れ、船とか、飛行機とかヘリコプターで移動するような島をちょっと一回行ってみたいなと思ってて、いろんな島があるんですけど、中でも結構東京から離れたところにある青ヶ島っていうところに行きたいなって思いました。ゆっくり過ごして楽しみたかったら一日では帰ってこれなくて、2日はないとダメなのかな。でももしかしたら船とかが欠航しちゃったりしたら3日ないとダメなのかな。だから休みがちょっとないといけないところで、私はなかなか学校もあるし、いけないなと思って、でもずっと気になってるところです。そこ出身じゃないので、出身の方ほど熱くは語れないんですけど、まず形がね、多分ねこんな形しててで、ここにこんな形ってわかんない、ちょっと待って、こんな形してるんですよ。でこれが全部で一周すると12キロぐらいあるみたいなんですけど、12キロだったらね意外と歩けちゃうんじゃないかなって思って、でそこは人口も少なくてコンビニエンスストアもないっていうことなんですけど、地熱で卵を調理できたりとか、例えばお魚をその町にねあるみたいなんですよ。その穴開いててそこに網が入れられるようになってて、その網の中にゆで卵、普通の殻のついた卵とかお魚とかを入れて蓋をしてちょっと待ってると、もうそこが釜になってて蒸されてそのまま食べれちゃうんですってちょっと語彙力がなんともなくて、説明がこの説明じゃ分かんないと思うけど、なんかそうやって自然の力で料理できたりとかするんだって。ほら一回行ってみたいなって思って、なかなかね地熱釜があるところってないと思うので、私の地元は岐阜県なんですけど、
ないですね。町の町というかこの島の下の真ん中の方に、なんて言うんだろう、名前はちょっとよくわかんないですけど、山があって丸いカルデラみたいになってるところかな、写真で見るとより魅力的で、多分、ね、合ってると思う、こういうところで。その山の近くにふれあいサウナっていうところがあって、どういうところかわかんないけど、それもあサウナなのかなと思って、でしかも地熱ねの調理ができたりするから、それもまたそのサウナも自然のものなのかなって思っています。多分そうだよね。今私は上空から見たなんか地図というか島マップを書いてます。ね、多分この辺に港があるの。みんな島とか行ったことありますか？どうですか？私はまだ島という島には行ったことがなくて、ずっと行きたい行きたいで終わってて、ね、今はまたコロナだったりして行けなかったりするんですけど、いつか行きたいです。もし島行ったことあったり、他にね青ヶ島じゃなくてもここ行ったことあるよっていう人がいたら教えてください。私にちょっと魅力を説明してもらえると、あここ行きたいなっていう場所になるかなって思うんで。海なし県に育ったので、岐阜県でなんか海があったりビーチがあったりするのって本当魅力的だなって思いますね。このマップ本当に何もない、山とサウナと港しか今書いてるマップいないですけど、これで魅力が伝わってるかな。伝わってるといいな。絵はできましたよ。じゃん、見せていいですか？これやばいかも。自分の頭の中の情報がこれだけしかない。このマップで青ヶ島に行こうって。山とサウナと港しかないけど、あとその一つや、あともう二つやってみたいことはここに書いてないけど、まず島を一周してみたいのと、その地熱の鍋、釜で卵とかを茹でてみたいということでしょうかね。意外と多分青ヶ島に行くのには2時間ぐらいで行けるのかも。皆さん休日なんか連休が取れた時は行ってみてください。これで本当にこのトークで本当に足立行きたいのかなって思われるかもしれないけど、本当に行きたいんですよね。ちょっとみんなもぜひちょっとコメントで行きたいなって思う町とか、あとは国とか何でもいいので書いてもらえると、ああここ行きたいんだって私も調べたりチェックできるのでお願いします。はい、今日のこのイラストを、このマップをねぜひみんなゲットしてもらって、青ヶ島行ってほしいんですけど、このマップをゲットしたい方はお近くのセブンイレブンのネットプリントの機能でゲットできるので、取りに行ってください。そしてこの動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価お願いします。今日はこの辺で終わろうかしら。以上、足立の絵日記便でした。バイバーイ。
島行ってなんかいつもの日常と違うことをしたい。あ、太郎さん、孤島行ったことありますか？ある。どこ行ったんですか？神津島。神津島、一人で行ったんですか？